おはようございます。釣り子 TV です。テプスのタイニーブルシューター。これがね、またいい仕事をしてくれましたので、まずはこちらをご覧ください。今日はぬかるんでるぞ。よいしょ。到着。いやー釣れそうか、釣れないか。お、カニだ、カニ、カニが歩いてる。よいしょ。タイニーブルシューター。お、流れに乗せてドリフト。シーバス釣りの応用だね。ちょうどね、そんなに他のブルシューター兄弟に比べて小さいから、なんかほんと打ちやすいというか、気合入ってるからね、他のやつはね。ここぞっていうピンポイントでねえ打ってく感じになってたんだけど、タイニーブルシューターだからこうワームを打つ感覚でシュッて入れられるんで、そんで流れにドリフトさせながら魚が湧いてくるのを待つっていう感じかな。まあタイニーって言っても1オンスぐらいはあるから、ほんとちょうどブルフラット 4.8 ぐらいのアピール力があって、そんで針がいっぱいついてるって感じかな。なんか流れてくるの待ちいいな、バスにジャストで入れられれば思わず。あ、今ね後ろについてるっぽいな。あの影はバスじゃねえかな。あの木の下、あのね正面の木の下にねバスがいるんですよ。これどう？違うか。もう目の前に急にギルがバーンってきて、うわ食っちゃったみたいな、そんなイメージでやってみてるんですけど、垂直岩盤に入れて、流れにドリフトさせながらトゥイッチトゥイッチで。あれバスだな、バスがいる、バスいる、上に登ってってるな。あ、どこ行った。お、食った。あー、タイニーにタイニーサイズ、あー、バレた。タイニーにタイニーサイズが食いました。いやー針かかんなかった。
ちっちゃいのもいるんだな。でっかいのだとこの針ねスパーンってかかるけど、今のサイズだと多分ちょっと乗っかってるだけぐらいでダメだったな。面白え。沸かせるゲームですね。あの見えたらこの流れだから騙しやすいんだけど、どちらかっつうとリアクションで一気に食い上げさせたいんだけど、おっしゃ、あー食ったけど、だけど、ちょっとだけチューニング、さっきねいい感じで食ったやつが針がかかんなかったんで針交換。ぴったりぴったり。ちょっとねレイドジャパンのこのルアー拝借した針を、ね、コバスが食ってきたけど、ちょっと分からなかったんで針トレード、針トレード入ります。えい、で、こっちにはまあサイズはねぴったりみたいだから多分ね OK でしょうっていう。よし、準備万端。おっしゃ、食ったよ。よっしゃー、はーい、タイニーブルシューター来ましたよ、イエーイ。ね、下顎にかかってる、小さいけど嬉しいね。ギルクイバス連れてくれました。
でタックルはねメタニウムにロデオクラフトのホワイトウルフという組み合わせ。いやーいいね。じゃあ逃がしてどんどん釣っていきます。えい。早起きは3問の得でしたね。ブルーシュータータイニーブルーフィッシュが押しゃくった。タイニーブルシューター。イエーイ。よっしゃ、食った。はい、タイニーブルシューター来ましたよ。ちょっとねお腹へっこんでる痩せてるバスですけども、あーがっつり、いやー気持ちいいね。タイニーブルシューター餌だね。入れたら速攻食ってきました。でタックルはメタニウムにホワイトウルフね、こんな組み合わせで釣れました。はい、じゃあ逃がしてあげます。やい。はい、というわけで帰ってきたんですけども、ちょっとしたこと、これねタイニーブルシューターね、元からついてる針がフッ素加工されていない、まあそれでも丈夫そうなねいい針がついているんですけども、ちょっと小型のボディで食べてくるバスも小さいサイズから反応してくるっていうことで、針をねこういうフッ素加工のものにね、交換してみましたね。サイズ感は全く一緒なんですけど、ちょっとだけ軸線が細くなって、そんでもってフッ素加工でフッキングが良くなるんじゃないかなっていうことでね。でまあウエイトチューンとかはしていないんですけども、これにスナップをつけてね、そんでちょっとメタニウムとかで投げてみたんですけども、非常にまあ、投げやすいのと、あとはね、前回釣った時のロッドよりも少し固めのロッドに変えたので、パンって食ったのをこのね軸線の刺さりやすいやつでスパーンってかけたら、うまいことね、釣れてくれたよってことで、まあまあまあチューニングってほどではないんですけども、こういう感じで、針変更したらね、結構ねそれまでにね、食ったのに一瞬乗ったのにバレたっていうことが何回かねちょっと感じられたんで、こういう感じの針に変えてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はデプスの新しく出たこちらですね、タイニーブルシューター、これでいいバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。